おはようございます。はい。え？はい。何すか、これ。何すか。福岡県の好きな理由、第68位は。え？おぎり。おぎり？はい。え？もう一回言ってください。福岡県？福岡県の好きな理由、第68位は。何？しんどいわ。福岡県に好きな理由、自分は起きたらばっかり。よし、福岡県に好きな理由、第68位。え、はい、はい、ちょっとお題を読んでください。はい、福岡県に好きな理由、第68位は、地名に福が入っているから。こんなもんですよ。はい、ありがとうございます。寝起きは。どこや思います福岡駅2階になるんで、多分この、あ、これの2階ですか。の中の、はい、すいません。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。あ、よかったですね。あー、ここですわ。あ、お、オッケーみたいです。あの、他は映さず、博多やりうどんと、牛肉ごぼ店。はい。はい、すいません。福岡がうどん有名って知らんかったでしょ。初めてです。そうなんですよ。書いてましたけどね、発祥ってなってましたね。だから福岡の人に聞いたら大体ラーメンよりうどんの方が有名っつって。へえ、はい、知らなかった。うん、うまいっすよ。柔らかいし、こしがないですよ。こしないうどんってうまいんって思いません？そうそうです。はい、めちゃくちゃ美味しそうなイメージあります。食ったら分かります。へえ、はい、はい、来ました、肉ごぼ店でございます。はい、すいません、ありがとうございます。揚げ玉サービス。ああ、ちょっとこの掴んだ感じ、この垂れる感じ分かります？ちょっと腰なさそうでしょ。はい、はい、しないですね。なんやろな、溶けます、うどんが。福岡来た人にはもうラーメンですけど、うどんも食べて進めたくなる気持ちが大事。食べたことない話、うん、なんか食感というかね。せっかくって意味がわかんない。もう大喜利から逃げ続けてきた人間っすよ。福岡県民に聞いた中野パラダイスの好きなところ第1位、特になしですが、第8位は。第1位特になしなんだ。あんま期待されてないやな。第8位。福岡県民に聞いた中野パラダイスの好きなところ第1位、特になしですが、第8位は、顔丸くて体が細くてけん玉みたいなところが好き。もうなるてこれ。はい、今のところ大丈夫。名前は分からないから。ありがとうございます。え、このタイミングで？ちょっと今忙しいんですけど、言うてるまんでも。歌いきます。ああ。
令和100年流行語大賞に選ばれた言葉か。令和100年流行語大賞に。はい、はい、令和100年流行語大賞に選ばれた言葉は、食糧難なんてなんでもないさ。はじかきたわ。おはようございます。こっから、こっから、はい、で今まだあの台本の内容全然教えてもらってないんで、今ちょっと打ち合わせで。久しぶりですね。はい、ラップのやつ以来じゃないですか。なんかラップで、あの KW 社員さんが校長先生みたいなやつで、はい、教授前や。いやいや、あの自分の歴史を、あのペットボトル前、不祥事前、不祥事後って分けるのやめてもらっていいですか。ペットボトル前。すいません、ちょっとカメラ、どうぞ、何でも何でも、どうぞ。 YouTube、 あ、 YouTube です、はい、まあ、ちょっとこの会場の様子も。でも単独くらいやってあるんですよね。もうツアーね、はい、ツアーやってる、はい、どうですか。まあそんな全部パンパンに入らへんから、前もって手売り行ってる。あ、そうなんですか。え、本社さん手売りしてるの。俺は、まあ、特に肝だから頑張って売れてるけど、はい、俺が仕事の時に京都売りってんだから。まだどこに行ってんの。香川県。わざわざ行ってんの香川県。あ、その香川のチケット売るために香川行って売りしてんの。香川高知で土日で行くから、香川高知で今回の土日で行ってるはず。それももちろんカメラ回して売ってる。一応まあ波にはしてるけど、昨日だから昨日夜にライン入ってやったら50枚売れた。すごいですね。若手芸人の一番売ってるやつらぐらい売ってるじゃないですか。あ、じゃあ可愛いってことで。そうです、そうです。自信持ってください。はい、ちょっと待った、始まった。ちょっと多いな。ちょっとあの今ね、キャバ嬢をくどいてたとこなんですよ。はい、あの、はい、時間差アフターしてたとこなんですよ。ここで大喜利ちょっとしんどないです。俺滑ったらモテんくなるじゃないですか。中川パラダイス YouTube 動画バズった。どんなタイトル？動画のタイトルってことですか。はい、中川パラダイスの性移植してみた。ちょっとなしでもいいですかね。キャンセルでお願いします。キャンセルでお願いします。微妙な表情。これだからないですね。なんか審査員、僕が間に入りすぎてました。どうですか。いや、でもあれ入らないから成立したくなってしまう。でもまあうまいこと、え、もうちょっとやめましょうこれ。本当もうちょっと今おもろいこと浮かばないかわかんないそれ。嘘でしょ、マジっすか。本物です。中川パラダイスさん、 TKO ブースでペットボトル投げられた。何をした。中川パラダイスさん、 TKO ブースでペットボトル投げられた。何をした。木の上、木の上って呼んだ。さあ、ということで本日のメイン MC をさせていただきます、ウーマンラッシュアワーの中川パラダイスです。はーい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう少々お待ちくださいませ。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼します。まあ、カラさん、大喜利、大喜利、大喜利よ。やめやめ、一番大喜利から逃げてきたんや、わしは。やめなさい。ダメダメ、全ては投げた。ペットボトルは誰に投げてもダメダメ。え、ちょっと待って、ちょっとおかしいやん。ちょっと待って、ちょっと待って、 YouTube、 え、最悪や、俺。
マジ。令和100年の M1 に生まれた新ルール。令和100年に生まれた M1 の新ルール。ギャラ本当にギャラアップしてもらえれば結構カロリー高かったですよ。ぶっ続けてびっくりしましたもん。だって自分の服見た時に俺こんな汗かいてんねやとかめっちゃ塩拭いてんやろ。ほらファイナルは大喜利の時間や言うてんねん、まあ、どんどんハードル上がるから。はい、何でしたっけお題は。令和100年の M1 の新ルールは、はい、相方はロボットでないといけない。おいや、王は思わないねん。王は思わない証拠やねん。いや、もういい。何で大喜利してやがれ。よしやろ。楽しそうでした、はい、僕盛り上がってました。あ、マジか。よかった。いえいえ、木下さんにだいぶ助けてもらいましたよ、本当に。ちゃちゃ入れてもろて、あれありがとうございます、本当、空気締めとバッグと。いえいえ、本当に。よかった、あれ。俺ら芸人のな、小さい兵隊たちに集まろうやん。怖くないやん。はい。いえ、本当、助かりました。よかった。気持ちが分かるから。うわ、見てすごっ。やばい、これルールすごい。うわエロい。エロ。うわこれマジでいくらすんねや。最悪やわ、マジで。ほんまに全部が冷める。キングオブコントでルール違反。何があった？キングオブコントでルール違反があった。何があった？出たことあるけど1回戦が通ったことない。キングオブコントでルール違反、何があった？何にも浮かばん、マジで。こんなに勇気だったら何にも浮かばん。キングオブコントでルール違反、何があった？舞台上でうんこ。ちょっと女子ナンパした。こっち YouTube 撮っとくからちょっとナンパしといてくれへん。YouTube 撮影終わったら女の子と飲みたいからさ。こっち今クリーンでやってるから、そっちだけ汚れてもらって。そうそう、うん、YouTube 終わり次第混ざるから頼むわ。うん、おっぱい大きい子頼むな。あー、やっぱりそうだ。そうだ、運命のシュアワードじゃない人だ。目の前に目の前にじゃない方扱い。目の前にじゃない方がいますよ。全然いい、じゃない方ですけど、いいですか？写真撮ってもらっていいですか？全然、もちろん撮りましょう。やだ、やった。YouTube に、はい、YouTube、ぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。中川家チャンネルです。あー、いい、嘘っていうチャンネル名でやってるんですよ。ありがとうございます。お二人ゲット、お二人ゲット。チャンネル登録者増えました、はい、増えましたね。すごい目の前で言われましたね。めっちゃでもタイミング的には最高で面白かった。めちゃくちゃ気まずいでしょうね、向こうは。俺は全然別になんとも思わんけど。言った本人は何でしょう、じゃない方だ。えってな、そんな隣で言うと思いましたもん。大喜利面白くなりますように。